もさ、普通になんか人影あるかなと思ったらさ、うん、鏡かな。でもね、俺が動いたらこう動くの。そう、あれで反射してんじゃない。鏡だよな、あれ。誰か来てんのか。いや、ちょっとやめてくれよ、最初から。ちょっとやめてくださいよ。じゃあ、倉さんもライト担当で。はい。星は第二カメラで、うん。もうつけてんじゃん、実際。うん、結構早く。うわ、昔に打ち出す。うわ、入りたくねえな、でも。いや、マジやばいんだよな、これ。ゲスの極み乙女って書いてあったけど、最近入ったやついてね。うん、確かにさ、あれちょっと怖いね。うん、さすがに怖いよ、ここ。こうやって。ここさ、ここ怖いよね、あれ。ここが入り口になってんだけどさ、ちょ超気をつけた方がいい、マジで。ガラスまみれだから。よいしょ。俺、入るんだ。ちょっと待って、先入る。侵入した。見てて、ね。あ、やばいやばいやばい。なんかさ、こういう非常口があるのがさ、すごいさ、最近感がある。これどっから行けばいいんだ。これ、波のお化け屋敷は怖いぞ。さすがにあれだな、一人で行くのはちょっと厳しいな。あっちが、どっちがいいかな。7時止まってるね。ほんとだ、なんか7時止まってるわ。でもさ、今の時間どこも変わんない。あ、そうだ、ほんとじゃん。嘘だろ。7時31分だもん。ほぼ変わんない。これさ、迷路みたいになってさ、出れるかわかんないんだけど。一回だけちょっとまず。え、ちょっとさ、これ怖いって。ビルジャキがちょっと。ビルジャキ。ユージャンキーこっち、誰かいたな。誰だよ。ホームレスだったらさ、うん、一番安いよ。これさ、取れてる。取れてる、取れてる、取れてる。多分びっくりした、これかなと思った。食堂かな。何それ。これはユージャンキー、あの、あ、飛ぶやつが。あ、こっちだ。あの、小学校とかにやっぱあるやつね。そうだな、これ、押せる。これついたらマジ怖いよね。ウィーンって。びっくりした。やめてくれよ。インターホンです。インターホンです。こっち何わかんねえ。よし、行く。じゃあ、やべえ。これさ、あの、さっきは手足だけある程度わかるかったけどさ、こんな嫌なこれ何、こっち何があんの。なんか嫌なの。一回行ってみるか。あ、戻ってきた、戻ってきた。あ、戻ってきた。あ、ここは、こういうの。じゃあ、こっちがわかったわ。マップが。何なんだろう。だ、受付だよね、でも多分。いや、ジャガーだ、何なんだよ、あそこ。ソファーだな。冷蔵庫だ、これ、でっかい。めっちゃさ、これ時計が落ちてんだ。時計落ちてんの。ここを触ったらアウト。絶対いけなくて。ガラスはやばい。うん、ガラスまで気をつけたほうがいい。ね。いや、あいつさ、死んで以前の問題だからな、そしたら。足も結構厳しいよ。うん、お前、足も、トイレがあったよ。ああ、本当だよ。トイレここ行ってきたね。さっきトイレ行ったからね。あ、でもできた。お前もな。え、ね、マジで、まあ、ショーレンジ結構綺麗だ。ね。あ、ちょっとやばい。ここはやばい。え、グドさん、グドさん来て。何、ちょっとハイパーライトが欲しい。ここ。あ、俺もよい。ハイパーライトが欲しい。あ、明るくなってよかった。ちょっとここはやばい。ダブルライトですか。これはやばいし。これ何がある？これあれだな、こういうなんかおむつとかがさ、すごいさ、精神病等感が半端ない。やばいな。ここってさ、なんだっけ、地下もあんだっけ？いや、地下やめようぜマジで。シャレなんだよ。まだ階段も見っけてないしね。さすがに階段あっちにあったよ。あったけど、うん、なかなかやばいぞ。一回でもこのレベルだったからな。あの例の家がシャレな、例の家と比べてもシャレならないぐらいのレベルなんだよね。俺んちの近くにもさ、ハイトみたいのがあってさ、そこに行ったんだよ、2階ぐらい。だからそこで俺割れたんだよ。あの、おトイレ探してくれば。いや、遠慮しておきます。これな、こっちが通れるぞ。ね、通れるんだね。ほんと通れるんだけどさ、あれ大丈夫。父さん、大丈夫なってる。うん、いや、それなるでしょ。絶対に大丈夫は言えない。結構体勢がある俺ですらもあれだと。うわ、ここちょっとやばい。ちょっと待って、俺が行こうか。いや、これはやばい。俺、やれば知ってほしいな。こっち階段に繋がるのか。えいっす。あ、ガラスの中にやべ。ここはなんだ。え、
そうだな。いや、サイエンスフィルコン出てきたら怖いな。だからこっちに下げに行かれるのか。うん。じゃあ、いけねえじゃん。ハテナルームだって。ハテナ。見て、ほら、星の。暗闇で。あ、明るくなったね、一気に。ハイパーライトやっぱ大事だな。ああ。こっちなんだろう。トイレかな、これ。いつも手洗い、うがいを忘れずに。いや、俺、ここ一人だったらもう本当に泣くかもしれない。いや、俺、こっちのライトつけようよ。ほら。これがしかねえよ。うん、なんかこういうのがさ、すごい怪物の恐怖感。ピクッと。マジグリーンだよ、そんなに。どうしたん？いや、音ですわ、その。本当に汚いおトイレです。本当に汚い。じゃあ、一撃したらどうなの？わかんない。お前もう。だってあれ、あれだよ。ファシが溺れてくるのかかんだけど、じゃあ。いくよ。うん、じゃないともう俺、やだわ。お前、消したな、お前。やば。後ろ向きに歩くことになったらさ、工藤が先頭になるからさ。やば。これ、アイラブ・ビップってことはさ、絶対さ、これ、あれ、俺が見てたさ、あの、掲示板じゃねえの。ビップ掲示板じゃん。非常口か。で、こっちはもう行き止まりだな。で、工藤さん、そっち。あ、はい。もう結構、星に押して取れてるじゃん。頑張って大丈夫。あ、びっくりした。お前、切ったのかと思って。なんか電源切ったかと思った。俺にしてはまだ頑張ってると思うよ、これは。まだあれだね、あの鉄格子の部屋がない。それ絶対地下だろ。赤いなんだ。どっち行く？いや、まずは上じゃねえよ。上？じゃあ上だろ。どうぞ。怖くて星野に抱きついちゃうかも。お前さ、シャレならねえからな。黒い、黒い、お前、星野が悲鳴上げたようにガチ。いや、吉田、多分悲鳴上げる前に失神する。あ、何？関係なく。どっちか行く？こっちか行く？プレセントの中行く。プレセントの中行く。あ、ここ、病室か。襲われちゃう。変だ。何だ？え、何だこれ。あれ、拘束してたんじゃないの？あ、ここに手入れてたけど。いや、ここはあれじゃないの？ここも拘束してる。泊まり込みのなんかあれじゃない？人が寝てた部屋じゃない？宿長室みたいな。こっちか。これ、あ、おお、マジか。これはいく。これだ。こういうところマスクはしてんやな。あ、マスクしてる。大丈夫か。ちょっとさ、ドアが開いてるところ。なおさらね、あんまり外に光に漏れないようにしておけばいいんじゃないかと。これは確実にいわくつきの品でしょ。なんかそこで最初拘束してたんでしょ。どうぞ。うん、でこれ、ね、紐みたいにぶら下がってるの。でもさ、俺こういうのさ、見てみこれ、こんなん使うかい。結構俺、ね、でもさ、写真見たりさ、うちの家に結構この廃病院のさ、解体のさ、うん、やるんだけどさ、結構見るからさ、もうなんかもうあんまり抵抗がなくなったみたいな。まあ、バグってきてるの。バグってきてるの。これ結構私は平気なんだな。おお、すごい。別にガツガツ行こうけど、ね、俺はまあ、フォロワー体制は全然余裕だ。てかさ、めくり消したらさ、どう思うの。お前、絡み打ちを。絡み打ちを。暗っ。こっちがあの繋がってんだ、さっきやった。でっかい OB やってことだわ。あれやってる。うん、そうだね、同じだね。なんか、よし。いや、左側、右側、分かんないけど、逆側かな。多分同じような状態なんじゃないかな。もしもん？抱きつかないから大丈夫だよ。こっちか。うわ、そりゃ、マジでやっちゃうやべえな。ガラスが。そんなんで、マジガラスにやらないんだよ。え？ドア。はい。ちょっと、あとでそっち行くわ。離れないようにした方がいい。あ、これか。非常出口ってこと。じゃあちょっと工藤さん待っていくか。工藤さん来た。あ、無理だな。こっち鍵かかってるわ。鍵かかってる。うん、試したけど、あかんかった。うん、お前が出たのか。あ、普通に出るのかと思ってた。ん？
どうする？進むそっち。あ、ない、そっちに進むの？やっぱ、こっちは戻っちゃう、戻るのかと思って。いや、俺も戻んのかなと思って、俺ちょっと先に来たんだけどさ。車椅子だ。開かないんだね。あ、こっち見えなかった、そういえば。ほら、ほんとだ。ガラスとか見たくねえよ、もう今。やめたけど。調節のスイッチよ。びっくりしたの。こういうな。もうやめろ。病室感じだね。わかんやろ、ここ。久しぶりに出るわ。病院。あ、でも部屋の明かりがここから見えるからね、一応。そう、見えてんだよ。もう、あれが個人病棟って感じ。ベッド置けそうじゃない。置いとったんじゃないの、ここに。ね。そうだ。よっ。時間はさっきのね、取りました、これね。さっきのあれなんだ。こうやってやると、もうマジで何も見えない。いや、もう何から怖いよ。これマジで危ねえんだよ。危ねえんだよ。ガラスだからね。あれでも、これがさ、再現できるかなんかだったらさ、これで見つかってるんだよね。そうそうそう、もう、あとね、ああ間違いなく。こっちはさっき、多分、さっきから同じか、たぶん、箱、一緒に箱のやつだね。位置が一緒だから。よし、上かな、これ3回行くのか。よくいけるな、よくいけるな。まあ、ほら、何でいけるけいけい。うん、やっぱ、黒さんが必須だったよ。いや、これ二人じゃマジ厳しい。俺がまず嫌だ。やばいね。こっち行こうよ。うん、まあ、せっかくだし。冷蔵庫だ。邪魔くさ。ちょっと通りたい。トイレ。大体、分かってる。一緒だね。うん、あっちも一緒だね。サッカーも一緒で。あんまりさ、漏れちゃうからさ。同じくらい誰か入ってやるのが絶望されたら終わりだな。びっくりした、一周影が動いてたからさ、ビビったわ、うん、ちょうどさ、人型の影だったからさ、人型の影で見える。さっきの入り口の場合さ、やべえと思ってね。俺は、自分の影なんだよ、うん、めっちゃ通んなやべえよ、かぶねえから。11月20日だけど同じだな、うん、同じところは。ナイス現象。お、あ、これ書いてあったよね、これナースとか。あ、じゃないのね。ナースでしょ。ここに落ちてるよ。ショーン落ちてる。ショーン落ちてんじゃん。ナースで、これがナースでしょ、本当に。え、これで呪文部屋みたいな。これだけ嘘でしょ。ナースでしょ。もっとでかいイメージあるんだけど、すごい。でかいと思った。すごいでかいイメージあるよね、受付みたいに。あれだけやばくね。いいや。パンパン拍子でいくよ。そろそろさ、屋上じゃないかな。屋上じゃね。屋上って、たぶん垂れる。あ、屋上だ。あ、すげえ。眺めがいいぞ。普通に。映画とかもワンシーンになりそうなレベル。あんまりいいな。ライトこっちの方がちょっとしたらとりあえず、まあね、そうだな。バレたらやばいね。高速なんでライト消せない。あ、そう。火のは消せないんじゃない。俺消せないね。なんでお前点滅させんだよ。ファミリーかにやばい。ちょうど雑談じゃねえか。落ちる気がしてねえ。
来ないといけない。しかもさ、この辺さ、全然地元なわけじゃないからさ、直さない、どっちかないから、めんどくせえ。ポリス、ポリス、札が来たっつって、ポリス来た、やめてっつって、シャレにならねえだろ、それは。黒さん、あそこから飛び降りるんだ、おらやーっつって、黒さんぐらいだ、生きてそうだな。いや、じゃあ、うまくさ、茂みのあれに入れば死なねえだろ、まあな。骨折ぐらいで済みそう。なんでも生きられないから、そうかな。そう痛みでしょ。絵描きしちゃっていいじゃん。絵描きまーす。はい、はい、ただいま屋上から帰ってきました。もうあれだね。オーマイガー、あの整数階層は全部残ったね。あとマイナス階層だけで。いややめてくれよ。変えようぜ。丸ごと丸ごと。マジで用語で思い出せないかどうか。今何回かどうかわからないんだけど。ここだっけ？何回じゃない？一回だったと思う。ここ1回？いや、これ2回だな。2回？まだ一応1回確認してから行こう。ここ2回って行くんだ。うん、そうしよう。そこ1回目が超えたら1回。うん、そうだね。うん、いつあったっけ？いつあったか。近じゃね？近じゃね？これ一回確認しよう。お前ら本当に騙しやがって。だってここはなんか2階っぽくね。え？わかんない。え？どっちだ？これ1階か？あ、1階だ。群馬無じゃん。さすがに1階だよ。さすがに1階。いや、さすがにそれそうだよ。いや、俺もさ、なんかあったっけ？椅子みたいな。椅子なくねえと出れなくなったら1階が消滅したとか。しゃべりならんの。うん、うん、あ、終わったと思った。地下です。地下っていうのはね、何のゲームでもね、危ねえとこよ。まだ割れてないんだよね、ガラスが。そこ、これさ、さっきからさ、見てみ、これさ、矢印がつながっててさ、こっち、あんじゃん、矢印、こっちに行けって書いてあってさ、こっちから戻ってこいって書いてあるじゃん。で、見てみ、こっち、ほら、ちょっとこれにさ、これで探ってみる。じゃあ、戻ってこいってことだよね。こっち、こっち、こっちって書いてあるけど、こっちから戻ってこい。こっちバッて書いてある。斉藤と書いてあるよ。なんか被害者の、いや、これ何なんだろうな。これは以上普通に看護師とかの。なるほど。あ、別に君で話してんのか。何の部屋だっけ。新聞ね。心電図とかある。心電図ある。心電図書いてある。うん、どれ。これ心電図だよ、ほら。本当だ、心電図書いてある。名前も書いてある。電極とか普通に置いてある。じゃあ戻るか、とりあえず。はい。バン。すぐ先に。おいえ。マジでさ、ホラーあれで出てくる感じだよね。ホラーなんか置くかとか。え、これちょっと、これやばいんじゃないの？あの、あれじゃね？これ刑務所とかのあれだよ。うん。やばいこれ。これがだからあれなんでしょう。なんで病院に行くのかって。だから本当に。やばいね、これ暴れでしょ。本当に重症、重症だってさ、あっちの廊下が見えるってことは、なんか動物園みたいなことじゃん、本当に。いや、重症患者でしょ。やばいよね。
でもこんなのさ、刑務所じゃないと見ないよ。ヨガさんが出てきた。高橋でした。じゃあこれがずっと並んでるってこと。そういうこと。うん。そうだね、同じような。うん、心電図こんなにも違ったじゃん。なんか特殊なことがないときは別にそんなのがなくて、どこに探したら車椅子があるんだろうね。あったよね、車椅子があるんだけど、あれ、ないな。あ、あった。車椅子かと椅子か、椅子椅子じゃね。あ、でもこれは電気地下の地上でえぐいな。ガチモン、ガチモンだと思う。確かに。そこもほら、すごい汚れ。あれ血じゃないでしょ、さすがに。いや、あれ汚れでしょ。ただの汚れだよね。よし、ビデオかけよう。これガチの血だと思う、マジで。そこも垂れてるじゃん。確かに、これも やばい、これは。ここにも垂れてるから。これ一番良かったんじゃないですか。やばい、タバコめっちゃ吸ってる。で、ひな口ここにあると。固まってる。いや、これさ、最近じゃない、最近の多分4年前ぐらいだと思うよ、感覚的に。すげえくしゃみでそう。ああ、すごい。階段の道につながってんだな。大丈夫、下ろします。先に言っとく、くしゃみでそうと先に言っとく。めっちゃ響かせてもいいんやで。誰やねん、お前。お前誰やねん。こういうキャラの方がいいだろ、こういうところは。そう、玄関で。いや、普通のトーンで喋ってたら後ろがじゃない。風呂場、あ、風呂場ね。うん、あっちにはなんかその洗い蛇口みたいなのあるわ。普通のテンションで、普通のテンションでやってたら星野怖かっただろ。そう、星野怖かったから。排水管か。うわ、やべえな、これ。ここから見えるってことか。見てたってことか。うん、動物園みたいな。あ、ライオンとかいてもおかしくないもん。うん、何も見えないね。ね、何食えなんてこと。これ洗い切ってるか。ダッシュで戻ってくか。一回ここにいてくれない。じゃあ、うどん行くぞ、くどんさん。いや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 、何やってんの、本社。いや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 、ここでマジで言ってる。お前が待ってないと意味ねえやろ。マジで言ってる。星野のライトだけだね、光ってんの。うわー、俺もそっち行こうかな。くだくら。星野一回ライトさ、閉じてみて。ほら、真っ暗だよ。何も見えない。見えない、見えない、何も見えない。やめよ。一回って動画撮りしちに撮ってみて。ん、これ暗くてね、あんま映んないんだよ。ちょっと真っ暗で。星野さん、こっち来た方がいいんじゃない。多分結構取れた。と思う。それはやめた。じゃあどうする？星野、これ取ってよ。今戻る。一回さ、一回ライト落としてみ。お前も、お前も落としてみ。見えなくなっちゃうから。一回落としてみ、星野ライト。あ、いいかもしれない。
俺がエネトップガイしたこれでどうしたんかと思われる。たまったすぐそこを戻る。おう、早くしてくれよ、マジ。CT 室なかったね。なかったね。一回探索してないからか、あんまり。一回やりそうだね、でも。危ない、ね、大丈夫かもしれない。あ、大丈夫。されたとこじゃねえ。あの、これ結構して打ってるのかな。出ねえ。出るのかと思った。トイレを覗けますよ、星野さん。いや、遠慮しておきます。覗けますよ。覗けば。覗けって？ん？いや別に。注射器の針のやつは。おお。あの死んだっていうやつ。薬剤とか全然なかったね。撤去できんはずなのに持ってかれたか誰かに。どうなんだろうな。トイレ行くって。どうしたんでしょう。久保さんがトイレ入ってからさ。お子さん、9番、大丈夫そう。ん？星野？ん？星野か。あ、多分中古屋さんも来るはず。もう、ひきょい探検しただけでよかったんだ。あ、まあ。なんか新規室ねえなと思ってさ、探してたんだ。でもなんか、あるとしたら1階じゃない？うん。2階3階とか、 なんか絶対なさそうじゃん。あれはないと思う。ちょっとこれ1階探してみて。でも必ず1階に戻ってくるから。テイクロさん探してようぜ。じゃあ、うん、うわ、1階、うん、1階、うん、吉田がなんか探してっちゃった。あ、なるほど。俺についてきたの。うん、うん、いや、一人で行きたいって言ってた。多分それにさ、吉田が一応カメラ持ってんじゃん。うん、俺もカメラ持ってるから一緒のところに行ってもなぁと思って。うん、どこだろうね。
その奥とか、あ、奥は違うのか。うわぁ、もうさ、入り口と同じだよ、これも。なんでもいいんだよな。最初のとこでしょ。結構最初のとこか。ね、ない気がすんだよな、でも。どこにいるんだろうね。それ以外は基本的に見つけたと思うんだよね。ここどこ酒があるか。そう。侵入してみようか。いや、ここ侵入して酒飲んでたんじゃないの。渋さん曰くポンコツヤンキーどもが。トイレ好きだな。まだ石鹸残ってるよ。さっきも残ってたよ。ないし、いいわ。3階とかあるのかな。3階も同じ感じじゃなかった。同じ感じだよな。1階なかった。1階ないないか。隅々も探したと思うけど、地下は逆側行けないんだもんね。ワンチャンそこかもしれないけど、道はちょっと軽く地下抜いてるってことかな。じゃあ俺もついていくか。せっかくだし、地下が一番ヤバいと思うだろうな。空気変わるもんな。開かないか。さっき戻れたもんな。でも実際 CT とか普通に使えるから、なんか撤去されてる可能性あるんじゃないか。医療機器撤去できないんで。あ、できない。だからこの病院も壊せない。あ、医療法みたいに引っかかっちゃうんだって。別にでももういいと思うけどな。ナイスだ。それがさっきの金銭が並ぶのか。そうだね。車椅子ほんと痛いと思ったんだ。旧型の車椅子。引きで取って寒いのに使わせるかどうか。それそこ見てよ。それ怖くない普通にこれ。この車椅子みたいなやつ、なんか手押し車だと思うんだけど。あとさ、なんだかんだ言ってさ、俺結構写真撮ってるからこっちで。ああ、もうありがたいよ、それは。あとで、まあ一応確認してみて。前の方バッテリー大丈夫？大丈夫だと思う。いや、わかんねえ。結構限界来てんだけど。じゃあダメかな。バッテリー限界来て、久田さんどこ行った？わかんねえ。バッテリー限界来てるから、ちょっと合流したんだけどさ。ああ。どこ行ったんだ、あいつ。ハイパーライトがすぐ分かりそうなんだよね。切るからな、あいつ。頼むよ。いしょ。じゃあ俺もちょっと、もう星野結構写真撮ってたから、写真撮りしてくれたからな。白いまだ押しとけばいいしょ。ん、白いまだ押しないでしょ。そう普通のカメラだもんね。どこ行ったの、マジで。すぐ出た。いや、そりゃないと思うけど。俺が出たいくらいだ。黒さんがさ、真っ暗やんか、突然出てくるのが怖いんだけど。ナースステーションのとこだよね。一回止まって。音聞こえないんだよな。出た？出てみる、一回。大丈夫か、黒さん。鳥間。観測してからし、でも2階は見たから3階だけ見ればもう CT があるかないかは分からない。めっちゃ大丈夫かな、黒さん。これ全部一緒だね、やっぱり。きっと同じ。これ大丈夫か、本当に。もうね、正直ちょっと危ない気はしなくもないけど、でもまあ、速攻観測を終わらせて
ないってさ、なんかおかしいよね。でもさ、CT スキャンっぽい部屋もなくなかった。そうなんだよね、それなんだよ、うん、ちょっとなんか俺怪しいと踏んでる部屋なんだよ、ね、CT? ね、CT じゃないけど、なんか普通に吉井くんの霊的センサーがちょっと回ってるし、やば、あれだね、なんかサイトとか見てて画像さ見て返したじゃん、ああそのさ、それにさ、ない部屋とかない、なんか、ああ取り方なのかな、とりあえず川さん合流しよう、とりあえずこっち見てからもう合流しよう、川さん一人はまずいって、うん、クラスさんと言えたもんね、お覗いただけだったじゃん、確か、ここやばいぞ、いや、ここ入ってないか、ここ知ってる気がする、なんかんここさ、なんか番組でなんかロケしてなかったっけ、マジで、うん、俺ここ、この、なんだろう、俺これこの番組知ってる、なんかすごい、このなんかカーテンしかこっち側ない感じとか、なんかアイドルかなんかがロケしてた気がするんだけど、マジかよ、調べてみよう、あれなんだろ、これ何するんだろう、だから上に上げるとか、本当だ、上がるわ、これなんかさ見てみ、これでさ、なんか足のとこだけさこうやってめくれてるのがやばくね、確かに、もう見事に足のとこじゃんこれ、うん、なんかこうやってさ、こうやって結ばれててさ、グッ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 みたいな感じで、なんかさ、なんとなくさ、あ、今こっちに来たかな、あ、来た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 、よかった、こっちに、なんとなくさ、わかるわからないけど、足がさ、こうやってつながれててさ、ああ上がさ、ほら、こっちに、こっちに、ああ腰だけさ、ベルトでさ、固定されて、上多分上半身多分固定されてなくて、あ、こうなんか足をこのままにした状態で、あっち向きみたいな、なんか感じじゃない、そうだな、やば、あ、でも黒田さん今明かり来たの、なんか来てないの、いるいるいる、そこ分かる、ほらあっち明るいな、あいつのライト的に高級感が大丈夫黒田さん、よかった、こういう何してた時間もさ、あるじゃん、うん、ロッカーとかあった感じ、 あの奥さ、階段の下にさ、でも物置があったからさ、 あったね、あった、うん、だからそれをね、覗いて、特に見当たるシーンもなかった、うん、特にないよね、 CT は見つからなかったでしょ、うん、で、今までの階段は全部見たら、俺も見てきたんだけどさ、うん、今、2階は自分で見て、1階も自分で見て、3階は星野と見に行ったんだけど、ないね、そうそう、体質だな、こっちじゃねえか、これはあっちが下じゃない、もうちょっと下か、これが目印、これか、うん、ずっとここにいたらもう精神的におかしくないぞ、ここ出口。2017年普通に書いてあるんじゃないか、うん、2017年来たやつがいたの、あさっきブログ見た限り、じゃあこっちは一回切りましょう、黒田さん